若草竹は、原竹木、ヌメリガサカ、赤山竹属の菌類。英語圏では、パロット・トザ・トゥールやパロット・ワックス・キャップなどとも呼ばれる。北ヨーロッパで見つかっている。若草竹には最低でも、H、シタッチなバリエーション、シタッチなと、H、シタッチなバリエーション、パープレクサの二つの足があることが知られている。後者は、もともとは、H、パープレクサの名で、 独立種として記載されたものである。赤山竹族は非常に鮮やかな色のキノコが多いことで知られているが、この種も鮮やかな若草色である。しかしながら、これは葉緑クの色ではなく光合成はしていない。フェロー諸島の切手、若草竹は小さなキノコである。傘は中心部がやや凸のまんじゅう型であり、大きさは1から3センチメートル程度の直径である。 若いうちは、緑色の独特の粘液に覆われており、緑色をしているが、時間が経つと、黄色や白に近い色に変わっていき、傘の上部から若干赤みを帯びる。柄は2から4センチメートルであり、緑から緑っぽい黄色。膝の間は、しで性で、ややそになっており、薄く緑っぽい黄色をしている。宝主門の色は白。軸の先端部の緑色は、 古い標本でも残る。H、シタッチナバリエーション。シタッチナは広範な生息域を持っており西ヨーロッパ、アイスランド、グリーンランド、アメリカ、南アフリカ、日本などで見つかる。草地に生え、おおよそ夏の終わりから秋にかけて見つかる。ヨーロッパではどうやら生息環境の悪化から数を減らしているようである。オーストラリアにおけるこの種の過去の記録は、再検討の結果、これと似た。 ハイグラサイビーグラミニクラー、エイジスティービンサニーであることが判明している。エイタッチナバリエーション、パープレクサは、西ヨーロッパ、アメリカ、日本で記録されており、オーストラリアでは、東ビクトリア近辺で見つかったとされる記録が一つある。小さい大きさと、ヌメリのある外見にもかかわらず、この種はいくらかのキノコ図鑑では、食することができるとされている。しかしながら、 本種を20本以上一度に摂取すると、消化器疾患の原因になる。また、白シビンを含んでいる。独特の匂いや味は存在しない。ありがとうございます。